このね、変形のさせ方好きですね。このさ、体めちゃくちゃ面白くないですか？こんなにかっこいいロボットありますかね？こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。巨神戦撃隊4、機動戦砲より龍虎戦撃王です。それでは見ていきましょう。で、前回の動画でこちらの熱波戦撃王のレビューもしてるので、ぜひ見てみてください。そしてもう一つですね、この風雷戦撃王も後でレビューするので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは見ていきましょう。これがまたね、すごいんですよ。ちょっと裏を見ていきましょう。はい、こういう感じになっております。今回はこの列車が、はい、上は虎、そして下は龍に変形します。で、合体すると。で、このね、二体合体ですね、このロボット同士の合体もあるんですけど、これはまた次のね、別の動画でやっていきたいと思います。それでは早速開けていきましょう。中身を取り出すと、龍の列車と虎の列車と、そしてこの接続するパーツと、この説明書が入っています。で、説明書は前回と大体同じで、ロボットからこの動物ですねの変形と、この動物から列車の変形が書いてて、特に合体のね、させ方とかは載ってないですね。うん、それでは見ていきましょう。それではこの龍の列車から見ていきたいと思います。龍の列車の見た目はこういう感じになってます。ここにね、004って書いてますね、龍のマークと一緒に。で、こういう感じですね。これ見てもらうと分かると思うんですけど、あの前回の熱波戦撃王だとめちゃくちゃこうシュッっていう見た目、新幹線みたいな列車だったんですけど、今回はなんかね、こういう四角い系の列車になってますよね。うん、で、なんか後ろの方にこういうクレーンみたいなね、アームもありますし、結構ここのね、真ん中の車両めっちゃごついですからね。うん、っていう、同じ列車でも結構見た目が違うっていうのが面白いですよね。で、裏にコロがついてるので、コロ走行をさせることができます。それでは次は虎の列車見ていきたいと思います。虎の列車がこういう感じになってます。はい、ここに003って書いてますね。うん、で、この色めっちゃかっこいいですよね。白と赤、そしてここが黒っていう感じの。うん、で、なんかこの模様を見ると、このハートマークにこういう心電図みたいなマークがあるので、なんか救急車的な役割を果たす感じなんですかね。うん、はい、で、これもコロがあるので、コロ走行させることができます。それではこの列車モードから龍に変形させていきたいと思います。まずはこの、はい、前と後ろを取り外す。はい、そしたらこれが体に、真ん中の体ですね、になります。で、このクレーンの部分を、はい、このようにして閉じる。はい、そしたら次こっちですね、ここに顔が入ってるので、これをこのような感じで引き出すと。で、ここですね、ここを分割すると、はい、このような感じで足が出てきます。全部カチカチ言う、本当にすごいよ。はい、で、次足ですね。はい、これをこのように回転させて、ここに持ってくると、お腹の部分ですね。うん、そしたらこれをここでくっつける。そしたら次はこれですね、これが後ろの体になります。ここに尻尾が入ってるので、これをこう出すと。で、これもね、こう出すと、カチカチが本当にすごいわ、クリックね。はい、で、この足ね、後ろ足を出すと。そしてここですね、この部分をこのように回転させて、で、今度は反対側に持っていくと。そして最後はここにくっつけると、はい、これで龍完成になります。どうでしょうか、このね、変形のさせ方好きですね。うん、まあ龍って、まあ、こうただの一本線だから、別に列車そのままちょっとこう変えればいいって思うんですけど、まあ、ただこういう形じゃなくて、ちょっとこう角度を変えてね、しっかり合体させてるっていうのがめちゃくちゃいいですね。うん、
そしてこのお腹の部分とかもしっかりここでこの隙間を閉じてるっていうところとかもねポイント高いですね。うん、でこの竜の顔がねめっちゃかっこいいんですよね。ほらこういう顔になってて、うん、ちゃんと口も開くしっていう感じになってます、うん、で体の真ん中がこのごついっていうのでさっきの列車から変形したんだなっていうのもわかるし、うん、本当いいデザインになってるなと思いますね。これそれでは次はこれを虎に変形させていきたいと思います。まずはここですねを取り外していきます。でここですね、この真ん中の車両をこのように割ると中から頭が出てくるのでこれを取り外すと、でこの分割したやつはここでねしっかりとこうはめれます。でここがこうヒンジになってて、これをこうやってこうやってねはめます。うん、でこれはこっち向きにねしておきます。で次これですね、ここもこのように開いてカチッとやると、はい、これが足にねなります。で足を開いて足をこうねつま先ちょっと変えると、そしたら次これも同じようにここ開いて、はい、このような感じで開いて、で足をこのように持ってくると、反対側も足を回転させてつま先を下ろす、はい、そしたらここの後ろの部分ですね、これを引っ張るとこれがね尻尾になります。でここのジョイントを上に上げて、でここの穴にくっつけると、うん、そしてこれですね、さっきのやつをこうするとこうジョイントが出てくるので、これをここにくっつける。そしたら最後ここの顔の部分をここの隙間にねこうはめます。はい、ここにグッとはめて顔を倒す。これでトラ完成になります。どうでしょうか、ホワイトタイガーですね。うん、このさ体めちゃくちゃ面白くないですか。この列車3本こうバンバンバンでこうつなげてるみたいな、なんて言うんだろう、なんかオペラハウス感ありますけど、めっちゃねこの体の作り方面白いですよね。あれですね、真剣じゃのあのクマみたいな雰囲気ありますね、これ体的に、うん、でこれトラなんですけど顔もねめちゃくちゃかっこいいっていう、はい、口もちゃんと開きます。うん、こういう感じになってて、ここもかっこいいよね、この上についてるやつ、うん、こういうの、うん、でめっちゃいいと思います。それではこの2体を合体してロボットにしていきたいと思います。まずはこっちの竜から変形させていきましょう。この竜が足と胴体を担当します。でこれを外したら、ここのこのでっかい走行の部分もね外していきましょう。でこれも3つのパーツに分かれます。これとこれとこれですね。でこれはこのような感じで縮めておきます。そしたらまずはこのパーツですね、これをこのような向きにして尻尾を外します。でこの尻尾を畳んで、はい、でここがね足になってます。これをこっち側に持ってくる。でこの足だった部分をこのように畳むと、でこの尻尾ですね、これをここに取り付けておきます。もともとここにくっついてこのまま収納してたんですけど、ちゃんとここがねこうここにくっつく仕様になってるので、これで収納できます。このような感じでカチッとはめたら、このさっきの走行の部分をここにくっつけます。カチッと、はい、これで足になります。そしたらこっちの部分もやっていきましょう。頭を外して、でこれを上に向けます。そしたら次この足を回転させる、反対側も回転させて収納ですね。そしたらこの足を引っ張ってきて回転、そしたら最後にこの走行パーツを横に取り付けると、これで足が完成です。そしたらこの体のパーツにさっき取り外した走行の部分をこのようにくっつけます。でこの足をここの下の部分にカチッとはめます。いやこれめっちゃ気持ちいいですね、これジャリって言うんですよね、こうやって、はい、めっちゃ気持ちいいですね。で
この顔を上に起こす。そしてここが、はい、パチって取れて、ここにね、体にくっつきます。はい、そしたら次はこの虎ですね。まず虎のこの上の部分、これを取り外します。で、これをこの上の部分くるっと反転させて、で、これをね、ここに挟み込むようにしてここに取り付けます。これあの、カクレンジャーのあの翼丸感があってめっちゃ好きですね、ここ。はい、こういう感じで付けます。そしたら次はこれですね、うん、この2つをこのように取り外して、で、ここがね、肩と腕になります。はい、このように、はい、こっちも足を収納させると。そしたらここですね、はい、腕が出てきます。で、この腕にさっき外したこの竜の顔をくっつけると、これがね、腕になるんですよ。めちゃくちゃかっこいいですよね。そして反対側もこの虎の顔を外して、で、この足をこのように収納します。反対側も足を収納してジョイントを出す。で、ここですね、腕を引き出して、ここに虎の顔をくっつけると。で、これもくっつけると、これで龍虎戦撃王になります。どうですか、こんなにかっこいいロボットありますかね。めちゃくちゃかっこいい。この後ろからの見た目もいいですね。うん、いや、ほんとね、どこ見てもかっこいいんですけど、やっぱりここかな、このこれ、このパーツね、めちゃくちゃかっこいいですね。で、さらにこの肩がこの列車の先端の部分になってるっていうのもね、いいですよね。で、この腕がそれぞれの動物の顔っていうのもめちゃくちゃかっこいいと思いますね。うん、そう、前回の熱波戦撃王も同じ列車から変形するんですけど、全くね、シルエットが違いますよね。うん、っていうので本当にね、めっちゃかっこいいと思います、これ。それでは次は可動を見ていきましょう。まあ、可動がここですね。腕がまあこういう感じでちょっと動くっていうくらいですね。うん、いや、でもこれはね、可動なくても本当にめちゃくちゃかっこいい。で、武器もないんですけど、このね、やっぱ腕、この腕のこの竜と虎の顔、もうこれだけでいい、もう本当に。それではこのロボットモードから列車モードに変形させていきたいと思います。まずはこっちの顔ですね、それぞれの顔を取り外します。はい、虎も取り外して、で、ここですね、ここで接続してあるので、これを外すと、これで竜と虎に分かれますね。それではこっちから変形させていきましょう。まずはこの背中のパーツを取り外して、この足ですね、も取り外します。そしたらここですね、はい、体のここを開いて、で、顔を閉じる。そしたらこの足の装甲も取り外しておきましょう。はい、そしたらこの装甲を開いて伸ばしてあげて、で、これをね、取り付けます。反対側も取り付けると、うん、そしたらここですね、クレーンの部分をこのようにして、はい、開く。反対側もこのようにして開くと。で、これをこの列車ですねの横の部分にカチッと付けます。反対側もカチッと。はい、これで真ん中の車両が完成ですね。そしたら次はこの車両にこの竜の首をね、このように取り付けて、はい、このように収納します。はい、で、この足の部分を、いや、ほんとこの竜がね、一番変形させてて楽しいかもしれないですね。もうカチカチ言いまくりますね。全部カチカチ言いますけどね。はい、で、これで先頭車両ですね。で、これをくっつけると、はい、このようにしてくっつける。で、この後ろの車両もこの尻尾を取り外して、ここに、はい、取り付けます。で、はい、このように収納したら、ここの足のパーツをこのように持ってきてガチッとはめる。で、この後ろの方もこのようにして一緒に合わせると。はい、そしたらこれを最後ここの後ろに取り付ければ、これで竜の列車完成ですね。
それでは次はこっちを変形させていきたいと思います。まずはこの腕を取り外します。はい、反対側も取り外したら、この虎の顔ですね、これをここにカチッと、はい、はめます。で、はめたらこれをね、このようにして収納すると。で、カパッと閉じる。これで真ん中完成ですね。そしたら次はこの先頭車両ですね、これをまずジョイントをしまって腕もしまいます。そしたらここを閉じて、はい、完成ですね。で、これをくっつけると。そして反対側もこのようにして収納して、で、このジョイントも収納して閉じる。そしたらくっつけると。これで虎の列車も完成になります。ということで、今回の龍虎戦撃王のレビューいかがだったでしょうか。やっぱり自分はこれで一番ロボットモードの見た目がね、かっこいいなと思います。うん、で、なんか虎と龍っていつも戦ってるイメージですけど、それが合体するっていうのもまた熱いですよね。うん、で、やっぱ全モードしっかりとまとまってるのでね、評価が高いと思います。ということで、気になった方ぜひ手に取ってみてください。今回の動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタイルケルでした。